スルホニルキスルホニル元は S2 で表される二価の官能元である。スルホ元からヒドロキシ元を取り除いたものに等しく、二つの酸素はそれぞれ用と二重結合で結ばれている。スルフリル元とも呼ばれる。スルホニル化合物のうち RS2R の形で表される化合物はスルホンと呼ばれる。また、ハロゲン原子一つと結合した化合物 RS2X は、 スルホン酸ハロゲン化物である。2塩化物 SO2CL には塩化スルフリルと呼ばれ、塩化チオニルと同様に用いられる塩素化剤である。塩化トシルや塩化メシルのように、スルホニル元を含む化合物の中には、ゴビシルを持つ汎用名が使われるものがある。スルホニル元を持つアミノ酸はシステインのみである。メシル元とは、アセチル元のカルボニル元をスルホニル元に変えたもので、 メタンする本酸からヒドロキシ元を取り除いたものに等しい、水と略記される。ピクリン酸のニトロ元をメシル元に変えたもの。ピクリン酸は強酸であるが、爆発性があるゆえ、取り扱いが難しい。だが、この2、4、6、トリメシルフェノールは、そのような爆発性がないため、順に強酸として利用できる。酸性が硝酸より硫酸が若干弱いことや、 陽性元である、メチル元がつくことにより、ピクリン酸により、若干弱くなるが、メチル元の水素を、フッ素で置換することにより解消できる。しかし、フッ素にすると乖りが気になるので、実際は、塩素などにするのが妥当であるとされる。ピクリン酸がそうであるように、この2、4、6、トリメシルフェノールも塩化鉄による、定食反応を起こさない。また、 スルホフェノールと同様に硝酸を加えると、痴漢反応が起きて、ピクリン酸になる。この2、4、6、トリメシルフェノールの誘導体である2、4、6、トリメシルトルエンも、同様の反応を起こして、トリニトロトルエンになるため、使いたい現場で合成することができるので、輸送などが安全である。ありがとうございます。